ミュージックビデオが出た、やったはいどうも、むつみです。知ってる方もいると思うんですけど、僕が作詞、作曲、ベース、シャウトを担当しているマッドポップっていうプロジェクトがあるんですね。そのマッドポップから新曲ディストピアのミュージックビデオが発表されました。イエーイ、やったー。概要欄にマッドポップのチャンネルと今回のミュージックビデオの URL を貼っておくので、ぜひ見てみてください。マッドポップのチャンネル登録もよろしくお願いします。それと同時にですね、 iTunes、Apple Music、Spotify などでも配信が開始されました。よっしゃー、イエーイ。そちらも概要欄に URL 貼っておきます。チェックしてみてください。今回の曲僕めちゃくちゃ頑張った。ほんと頑張った。何を頑張ったって、ベースめちゃくちゃむずいんですよ。自分で作ったベースラインなのにめちゃくちゃ練習しましたね。ほん。どれくらいベースが難しいかっていうのは、ぜひ曲を聴いてチェックしてみてください。と言いたいところなんですけど、曲聴いてもわかんねえよみたいなところあると思うんですよね。曲の中になるとベースってそんなに前に出てこない楽器なんで、それじゃあ僕なんか寂しくて、あ、そうだ、みんなに見てもらおうと思って。この後僕演奏するんですけど、ぜひちょっと見てみてください。どれくらい難しいのか。で、弾いてみたなんで、やっぱりベースの音が大きくなってます。この動画では僕のベースを見ていただきたいんですけど、本来聴いていただきたいのは曲の方。だってベースライン作るより曲作る方が時間かかってるんだもん。曲も僕すごくお気に入りな曲になってるので、ぜひマッドポップのチャンネルとか iTunes とかそちらの方で聴いてみてください。僕の演奏動画を見た後に原曲を聴くとベースラインがもっと聞こえやすくなってるかなと思うので、では僕の演奏動画を流して動画終わりにしたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてマッドポップのチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。I'm not afraid to die.